ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しライブ配信をしていきます。今日は9月11日ですね。内閣改造、そう、第4次安倍第2次改造内閣が発表されました。でなかなかね、なんか私テレビ見てないですけど、なんか小泉進次郎さんが入閣っていうのですごい騒がれていますが、今本当に今年特にですね、2019年になってもう本当にこうなんか世界中がいろんなこう大騒ぎみたいになってますよね。去年ぐらいから始まってますけれども、特にこの令和になってから韓国との関係とか、もちろん米中の関係とか、なんか本当に、特に韓国ですよね。韓国なんかなんでこんな風に進んでいくのみたいな感じで、もうちょっともう想像の斜め上をどんどん行っちゃってるんですけれども、そんな中での、今回の内閣改造ということで、米中冷戦というのはまだまだ長く続きそうですし、結構中国の中でもすごい物価上がってるそうですよね。豚肉とかめっちゃ高くなっていたりとかして、いろいろこうなっている。でも香港でももうなかなかこう収束に向かうっていうのは、難しそうですよね。こうじわじわじわというふうな感じでいっています。でヨーロッパの方ではイギリスの英国のブレグジットが、この10月末で行くのかなって思ったら、またなんかちょっとガタガタしていたりとか、ドイツはドイツ銀行のことがあったりとか、もう本当にもうあっちこっちに、もう本当に日本に大きな影響を与えそうなこう事柄、事案がくすぶっている中でのこの内閣改造ということで、どういうふうになるのかなっていうふうにこう見ていたんですけれども、私本当この3月ぐらいからめっちゃ政治系の YouTube とかねいっぱい見ていて、いろんなもう本当毎日YouTube でおじさま方のおじさんの顔ばっかり見てるみたいな感じなんですけど、その中でねやっぱりいろんな方のを見ていく中でだんだんこう全体像がなんとなく分かってきたというところがあって、なんでしょうね、このやっぱりこうチームとしてやっていくっていう時にはなんか適材適所だけでは決められない、いろんな事情があったりとか、こういう方向に向かっていく時にこの人をちょっとここに入れておいた方がいいみたいなね、なんかそういうのがあるのかなみたいな感じで見てますね。だから雰囲気に乗っかってね、マスコミがこう言ってるとか、なんか SNS でこういうふうに言われてるからって言って雰囲気に乗っかってただ批判してるだけでは多分ダメなんですね。なんか必要な批判は、もちろんいいと思うんですけれども、なんかねやっぱり日常でどんな仕事をしているのかとか、政治家の人たち議員さんがどんな仕事をしているのかとか、どんな勉強をしているのかとか、どんなふうに法案を作っているのかとかってね、なんかそういうこうものもね知ってみるといいと思います。最近は本当にやっぱり SNS とかそういう動画、YouTube とかいろんなもので発信している方が多いから、そういうの知ってみてね、こんなことをずっと皆さんされてるのかって本当にびっくりしたりとかするし、今回の組閣についても予想してた人たち、いろんな予想とかがあったりとかして、こうなったかみたいな感じですが、大事なのはあれですよね、今こういう世界情勢こういうところだから、防衛とか外交っていうのはやっぱりすごい大事だなっていうところで、このあたりはあれでしたっけ、横滑りでしたっけね、そういう感じで、新しい方もたくさん入ってらっしゃるんですけれども、どういうふうになっていくのかなっていうふうに、小泉進次郎さんはね、なんかここに置いとけみたいな感じで置かれたのかもしれないです。人気取りだっていう人もね、なんかこう人気があるから人気取りのために入れたんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけど、
まあ、私はあんまりそういう感じには思っていなくて、てかまあこんな偉そうに言うような立場では全然ないんですけれども、まあなんか外に置いていろいろやかしこするよりもここでちょっと汗を流せみたいな感じになったのかなっていう風な感じですね。あとはやっぱり岸田派のところからちょっとこうね入れときましょうっていうようなその辺の力関係とかですが、まあ、Z ですよ、 Z 財務省はね、麻生さんそのままだし、いやこれなんか内側から変革って難しいのかもしれないですね。外圧がないと難しいのかもしれない。まあだから自民党の中にもすごいまともな議員の方とかもいっぱいいらっしゃるんで、そういうまともな議員が、まあ、もうちょっと若手の、ね、議員が力をつけていくとか地位を得ていくっていうのと、あとまともな野党が必要ですよね。本当野党の中にもまあいい人いらっしゃるんですけども、なんかもう本当にもう全然やっぱりこうなんていうのチームを動かしたことがない、政策が作れないって、なんかねいいことばっかり言って、じゃあ実際それをこう政策としてやっていく時にはもうなんか本当に実効性ないなみたいなの多いじゃないですか。あの選挙の時とかも、なんだっけ最低賃金を一律で値上げするとかね、そんなことやったら今韓国どうなってるかってね、あのよくご覧になるといいですよねっていうような、なんか私もちょっとおっちゃんみたいな喋り方になってますけど、いやそうだ、これからどうするんでしょうね、ここ本当。なんかコメントが竹内さん、まともな野党欲しいですよね。本当に国政にまともな野党欲しいですよね。あの私最近その、まあ、1年生議員の人とかで、やっぱ YouTube やってたりとかする方何人かいらっしゃるから、そういう人たちの見てたりすると、なんか本当やっぱり勉強をしないといけないって、まあね、あのどこの委員会に入るかとかっていうのも、まあ、ここの委員会になりましたみたいな感じで、そこのことに関してやっぱり勉強しないと、知識が全然ねなかったら何も質問も何もできないわけですから、まあ、その辺の勉強とかもね結構皆さん一生懸命やられてるんだなっていうのが分かったりして面白いですね。はい、ということでまあ今日は新内閣の組閣なんか発表ということで、まあ、ここから本当にどういうふうになっていくのかなっていう、このチーム作りっていう視点で見るとなかなか面白いなって思いますが、でももう本当経済系のことはね何とかしてほしいですよ。本当どうするんでしょうか。ちょっとね、あの軽減税率わけわかんないですよね。軽減税率本当にわけわかんないから何とかしてほしいなって思います。いやもう一律軽減、一律全部軽減税率みたいなね。あとポイントとかもね、ポイントとかうちの母とこの間旅行行ったからなんかいろいろ話してたんですけど、もうわけわかんないみたいなこと言ってましたけどね。なんかいやもう本当無駄が多い、無駄さっきあのシステム D クラブ、オンラインコミュニティのシステム D クラブのことでの方で、本質についてのレクライブやってたんですけど、本質が分かるとなんか無駄とかそういうものがなんかなくなっていく、気づいてなくなっていくみたいな話があったんですけどね、無駄多すぎですよね、本当無駄多すぎ。まあ、あの市役所、私はあの大阪のねとある市に住んでるんですが、その市長さんとのなんかやつには行ってみたりとか、まあ、そのうち議会とかも傍聴に行こうかなと思ってるんですけど、いや本当いろんな無駄も多いですよね。いやもう私なんかもう無駄ってなんかいろいろ言いたいけど、多分そういうことを、まあ、1年生議員の方とかもいっぱい感じたりとかして、そういう若い議員の方とかがねまたこれからいろんなことを提案していったりとかして変わっていくようなことを期待したいですが、政治っていうのは数ですから、数がないとどうしようもないっていうことで、その数を持っている人たちとのこう駆け引きとかでこうチームが組まれていくということのようです。はい、では今日はこれで終わります。